こんにちは、りょうこばあばです。今回はここに置いているひまわりのお花のモチーフをね、編もうかなと思っています。今から先ほら夏場にね、ひまわりとか元気のいいね、見た感じだけでもこう元気が出るようなねお花なので、これをちょっと編んでヘアゴムにして、子供さんだったらヘアゴムにしたり、後ろにねピンをつけてブローチにしたりして、ちょっと夏場楽しめるのじゃないかなと思って、今回はこれを編もうと思います。まずね、糸はこの周りの黄色もなんかあんまりたくさんほら糸使わないじゃないですか。だからお家にね残っているこうひまわりだったら黄色っぽい糸で、中の芯を茶色っぽい糸にして編まれるといいと思います。今回この糸は昨年買っていたコットンライク、コットンライクの色はこの色がね余ってたから、これを使おうかなと思って編みました。で、中のはねなんか細い中極細ぐらいだったですかね、中細か極細の糸のね茶色が残ってたんですよ、ほんの少しだけ。それを細かったから二重にして二重にしてここは編みました。だからもううちにある糸をねちょっと見て編まれるといいと思います。まだコットンライクこれだけ残ってるんですよ、使いかけがね。やっぱりなんかこの色見たらこう夏場のひまわりかなと思ってね、いつもこうひまわりみたいなのを編むんですけど、これを今から編んでみたいと思います。針はね3号で編みました。指にねこんな感じで2回巻いて円を作って円から編もうかなと思います。まずね輪の中にね細編みを普通だいたい6目でしますよね。だけど今回は8目かな、ごめんなさい、6目ですね、そのまま6目、ごめんなさい。1、2、3、4、5、6、6目を最初編んで閉じてからずっと6目ずつ増やしていきますよね。で、1段目ができましたね。1、2、3、4段、円を4段、6目から始まって2段目が12目、3段目が、18目、4段目が24目、だから6目で始まって4段、24目編んできます。円を4段編んできました。こんな感じですね。そしたら今から花びらをね、花びらが12枚あるんですよね、花びらを今から編みます。鎖編みを1、2、3、4、5目、5目編んだら長々編みをします。根元に長々編みを3回2目ずつ引き抜いて、途中でね1回2回引き抜いたら、3回で普通こう引き抜くじゃないですか。だけどここで止めてまた長々編みをの途中までを2目ずつ引き抜きますよね。たら 3目かかってますよね。じゃもう1回長々編みの途中までを3回1、2、3回しますよね。そしたら針に4目かかっていますので、4目を一気に引き抜いて鎖編みを1、2、2目します。
鎖編みを2目したら引き抜いたところのここに引き抜きます。一気に引き抜きます。そしたらここが上がね少し丸くなったりなりましたよね。ここがこうとんがった感じ、ここがとんがった感じになるんですよね。あの丸いねあの花びらもいいんですけど、今回はちょっと尖らせて花びらを作っています。で2目鎖編みして一気にここに引き抜いたら鎖編みを 1,2,3,4,5 目、そしたら次の目に引き抜きます。引き抜いたらまたここから 1,2,3,4,5 目で長々編みの途中までを次の目に1,2でまた長々編みの途中を1,2 2目ずつ引き抜きますよね。でもう1回1,2たら4目かかってますので一気に引き抜きます。そしたら1,2鎖編みを2目、そしたらここ引き抜いたところのここの根元に引き抜きます。そして 1,2,3,4,5 目、5目を隣の目に引き抜きます。こんな感じで花びらができていますね。そしたらまた 1,2,3,4,5 目、もう同じ繰り返しですね。で隣の目に長編みの途中をして3回ですね。3回したら4目のかかってますので一気に引き抜いて 1,2 鎖編みを2目、そしたら根元に引き抜きます。そして 1,2,3,4,5 目、鎖編みを5目したら隣の目に引き抜きます。こんな感じで一周したら花びらが12枚できますので一周していきます。花びらを12枚作って最後の細編みじゃない鎖編み5目して止めますね。次にでこれで花びらができました。編んだ時はこんな感じになんかねヨレヨレってなってますから、こう手でね整えてあげて、次はね中のこの茶色の方ですね。もうこの糸がねもうほんと最後ギリギリだったんで、今回はこっちの多分これも100円ショップだったと思うんですよね。ダイソーさんかセリアさんかでちょっと薄いんですけど、この糸を使って編もうかなと思います。これもね円の編み方で3段まで円の編み方で編みます。だからだいたい糸のね大きさをこう揃えてあげるといいかなと思います。こっちも 円の中に細編みを6目、6目編んで、3段編んできます。円を3段編んできました。3段当ててですね、こう当てると花の黄色いお花の方は4段編んだんですよね。そして今3段で合わせたら当然小さいですよね。そしたらこれをですねもう一段、今度は目を増やすんじゃなくてそのまま
サブロク18で今3段で18目あるんですけど、そのまま18目増減なしでね18目編むんですよ。ただ少しこう丸々じゃないですか。少し丸くなるけど、幅はね少しこう広がるので、上限なしで4段を編んできました。そしたらこれでね花の芯は終わりなんですよね。こんな感じでこうしたら大体合うんですよね。下こんもりなるので、あの縫い付けるときにね綿を少しこう詰めようかなと思ってるんですよね。ちょっとまつるのでね、ちょっと長めにカットして、こうくるんってなってるから、普通私はですね裏を表にしてこう大体つけるんですけど、今回はひまわりなので、なんかこの円のこう形もあった方がいいかなと思って、あの表をそのままこう縫い付けようかなと思います。そしてこの黄色の糸始末なんですけど、表の方にこう茶色をこう乗せますよね、花の芯を。だから糸始末もね、真ん中からこう円のちょうど中心を、中心の中にこう糸を入れてね、表の方で糸始末をします。そしたら隠れるからね、こんな感じでいつもしてます。花びらはこう後ろに向けて、ちょうど花びらの根元をねすくいながら、表に見えないようにね、だいたい花びらを3枚ぐらいこう持たせたらいいかなと思って、こんな感じで糸始末をしますね。こっちはそのまま裏で糸始末をします。これをね、こうやって縫い付けて縫い付けていきます。当てて、なるだけこっちにね響かないように、この茶色い糸がねちょうどここの円のちょうど手前、花びらの方じゃなくて円のちょうど花びらの手前ですね、花びらの手前の円をこうすくって、少しだけこう裏側に出ないように見ながらね、こうしてからちょうど円の花びらの手前のね円のところを
後ろに響かないように少しこうすくってねされるといいと思います。だいたい一周してきましたね。で、閉じる前に少し手前でやめて、このくらいね、隙間を開けてから綿をね、少し詰めてこんもりね、させようと思います。厚みをね、そしてまたこう閉じて、最後は中のこの茶色の中をくぐらせてをカットします。お花ができましたね。手でこう引っ張ってあげるとね、大体綺麗になりますからね。それでもぐちゃってなるときはあのスプレーのり、ああいうのをかけて整えるとね、もう少しこうカチッとなると思います。こんな感じでちょっと中の色は違いますけど、ひまわりができました。そしたらヘアゴムを作ってみましょうかね。ヘアゴムをここ触ってたら、ここにちょっと硬いところがあるから、この私の場合ですね、それをちょうど中心に持っていくんですよね。それから同じ黄色の糸でね、縫い付けようかなと思います。今から縫いますね。ちょうど真ん中の中心に合わせて、だいたいこの親指の爪のところの幅ぐらい、 1.5 センチぐらいですかね。このくらいの幅をこうまつりながらね、縫っていこうと思います。で、糸はですね、二重にして、玉結びで二重にして、この辺からね、差し込んでグッと引っ張ったら中に入りますので、玉結びで針を出しました。そしたら、大体もう、この辺をね、真ん中に合わせて、もうすくうだけです。でこう来ますよね。そしたらね、戻るんですよ、頑丈にねするために。戻ったらこのゴムのね、隙間のゴムが見え、大体隠れるように往復するんですよね。
これでねヘアゴムができましたよね。そしたらまた糸始末は中にこうくぐらせて、カットして終わりです。意外と簡単でしょ。こんなして夏のねひまわり、お子様とか、もしねお孫ちゃんとかいらっしゃる方はこんなして作ってあげられるとね喜ばれると思います。今度ねうちにも孫ができるんですけど、残念ながら男の子なんですよね。だからこういうのはもうね作ってあげられないんですよ。もしね女の子だったらね作ってあげようと思ってたんですけど、男の子だったからねちょっとヘアゴムとかはねできないから、違うものをね編んであげようかなと思うんですけど、こんな感じでヘアあのひまわりのねモチーフでヘアゴムができました。簡単でしょ。こっちはねピンをつけてねブローチにしようかなと思います。こんな感じで今回はね夏のひまわりを編んでヘアゴムと、こっちはねピンをつけてブローチにしようと思います。今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。